Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。僕は医学生なので、今日は日本の医学生について全部話したいと思います。今日のトピックはたくさんの人が知りたいとコメントしてくれたので作りました。ありがとうございます。まず最初、日本の医学生は1年生から6年生まであります。台湾では7年間なんですけど、日本では6年間なんですね。僕の大学では1クラス120人くらいなんですけど、医学部が他の学部と違うところは、クラスメートで一番若い人は18歳だけど、一番年齢が高い人は50歳代の人がいます。ですので年齢はすごくバラバラです。20代、30代、40代、50代全部います。なんで年齢がバラバラだか分かりますか？だいたい20代くらいの人はテストが難しいので、何回も何回も受けてやっと医学部に合格した人が多いです。そうですね、平均2回から3回ぐらい、だいたい2回目で医学部に入る人が多いかなと思います。高校卒業してそのまま医学部に行く人は30人くらいしかいないですね。あとはみんな年上の人です。そして30代よりも上の人は、他の大学行ったけどやっぱり医学を勉強したいという人だったり、あとは他の仕事をしていたけどやっぱり医者になりたいっていう人がまた受験して医学部に入っています。ですが医学部に入りたい人もたくさんいるので、その人たちも難しいテストに合格して入っています。日本の医学部の特徴は、医学部に入るのがとても難しいです。日本で一番頭がいい東京大学の医学部の人は、小学生くらいの時に全部の勉強を終わらせていると聞きました。僕も高校生の時、だいたい4時くらいに学校が終わって、2時間部活をして、6時から今度は塾に行って、そこで夜の10時とか11時まで勉強しました。そして夏休みには8時間くらい勉強しました。ですので僕の高校生の夏休みの思い出はほとんどありません。ですが日本では医学部に入学するとほとんどの人は医者になれます。そして次の学年に上がるのもそんなに難しくないです。上がれない人はだいたい15人くらいですかね。こういうふうに上に上がれない、また同じ学年にいることを留年というふうに言います。ほとんどの人は留年しないんですけど、留年する人はすごく忙しくて、まあ、テストに合格できなかったとか、他の人のテストカンニングしちゃったとか、そういう悪いことをした人も留年します。ですので留年生のイメージはちょっと良くないですね。まあ僕は留年生なんですけど、別に僕は悪いこととかしてないんですけど、1年間台湾に行って中国語を勉強しました。すごいな、我现在也会讲中文哦。じゃあ医学部の難しいテストを合格したら何が勉強できるのか。1年生の時は医学と全然関係ない勉強をします。数学とか英語とか物理とか科学とか、あと僕はフランス語と体育のサッカーを取っていました。それらの授業は他の学部の学生と一緒に受けます。実は2年生から医学部のキャンパスになっちゃうので、1年生のこの時に他の学部の友達を作らないと、もう作ることはできません。しかもこの1年生の時は暇ですが、2年生からはすごく忙しいので、この1年生の時に他の友達とかといろんなところへ遊びに行きました。2年生になるとほとんど医学のことしか勉強しません。でも最初は小さい細胞から勉強して、どん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 大きく、そして最後は人全体を見るので、最初はでも生物学みたいにすごく小さなことを勉強します。もう2年生からとても忙しいです。月曜日から金曜日の朝8時40分からだいたい5時半ぐらいまで毎日授業があります。そしてもちろん家に帰ったらレポートをします。でも授業のテストもありますよ。ですので1年生から2年生になった時のこの差がとても大きかったです。1年生の時はこれ来週までの宿題ね、あ、わかりました、はい。2年生になると、うっ、はい、わかりました。そして4月から7月くらいまでの前期と、9月から3月くらいまでの後期の間に夏休みがあるんですけど、医学部は、実習とか実験があって全然夏休みがありません。
2年生の時は2週間しかありませんでした。でも夏休みが終わって2年生の後期が始まると解剖学を勉強します。この解剖学の授業では本当に亡くなられた方のお体を使わせていただいて勉強します。普通の人はこの機会がまずないので、解剖をするときに、ああ僕たちは将来本当に医者になるんだなというのをすごく感じました。授業の時に使わせていただく亡くなった方を検体というふうに言います。最初の授業の時、解剖室に入ると少し寒くて匂いもして、チームごとに検体がたくさん置いてありました。体には布が1枚かぶせてあって、顔は見えないんですけど、でも横から手とかは見えて、その手には番号が書いてあったリストバンドがしてありました。そして先生が黙祷というと、みんなは目をつぶって、そしてそのご検体に感謝をしました。実はその時の解剖のチームはだいたい4人くらいなんですけど、そのチームの作り方が面白いです。先生は僕たちにクラスメート全員の名前が書いてある紙を渡します。そして僕たちは、この人嫌い1とか、この人普通3、この人すごい好き5という風にそれぞれに番号をつけます。他にも解剖学を頑張りたいですかという質問もありました。そしてそのアンケートの答えから、どうやってチームを作ったらいいかをコンピューターが考えます。確かに朝から夜までずっとチームメートと一緒にいて、しかもずっと動いているので、もし嫌いな人と一緒だったらすごく疲れます。そして3年生になると、2年生の細胞とかじゃなくてもっと大きいスケールの勉強をします。寄生虫学や免疫学、生理学や病理学など、もっと病気に近い話を勉強します。3年生ではもっと実習が多かったイメージがあります。例えば寄生虫学では本当の患者さんから取った便を顕微鏡で見て、そしてその中に寄生虫の卵があるかどうかを確認しました。特にバンクロフト四条虫という、寄生虫がすごく嫌で、それにかかると自分の陰部の大きさが足よりも大きくなります。その写真を見た時がすごい印象的で、それだけにはかかりたくないなと思いました。ですので寄生虫の授業は寄生虫がすごく気持ち悪かったんですけど、なんか先生とかは寄生虫がプリントしてある T シャツとか着て、もうやめてよっていう風に思いました。他にも生理学の授業の時には、この聴診器を使ってクラスメートの心臓の音を聞き合ったりしました。そして4年生になると、心臓とかの循環器とか、胃の消化器とか、肺の呼吸器とかを専門に勉強していきます。そして4年の11月、僕もあと3ヶ月後にスチューデントドクターのテストを受けます。これは1年生から4年生まで、医学部で勉強する全てのことの基本のことを聞くテストで、 CBT と言われています。その試験と一緒に OSCE と言って、聴診器で機械の人の心臓の音を聞いたり質問をしたりする実技のテストもあります。この2つのテストに合格すると、5年生から病院で実習をすることができます。もちろんまだ医者じゃないので治療とかはしないんですけど、医者と一緒に患者さんを一緒に見ることができます。もしそのテストに受からなかったら、留年してまた来年そのテストを受けることになります。6年生も5年生と同じようにほとんど病院実習です。でも6年生は6年生の間に自分の行きたい病院のテストを受けなくてはいけません。そして日本では病院を決めるときにマッチングシステムというのを使っています。これは自分の行きたい病院を1番2番3番というふうに書いていって、病院も欲しい学生をこの人この人この人と書いていって、その順番を考えて一番よくマッチするところの病院に行くシステムになっています。ですので僕はこの病院に行きたいと思っても、この病院が僕をすごく下の順位にしたらマッチすることはあまりないので、僕は2番目に行きたい病院に多分行くことになります。しかもそれは医者になる国家試験の前に決まります。ですので
もし決まった後にその国家試験に落ちて医者になれなかったらすごく気まずいですよね。あと医学部は卒業論文はないんですけど、その代わりに卒業試験があります。ですのでその卒業試験に合格しないと卒業できないので、そもそも国家試験を受けることができません。どうですか、医学部の生活は結構大変そうじゃないですか。でももちろん楽しいこともいっぱいあります。例えば授業が終わった後に僕はスキー部に行きます。スキー部は夏にトレーニングをして冬に山へスキーに行くんですけど、こういう風にだいたい 99% くらいの学生はみんな何かの部活に入っています。そしてそこでスポーツをしたりピアノをしたり自分のしたいことをしています。他にも僕は家庭教師のバイトをしていました。医学部生だと少し値段が高いので1時間だいたい2500円くらいもらえます。あとは僕はバイオリンの教室にも行っていました。ちょっと肩が痛くなってやめちゃったんですけど、週に1回くらい行っていました。あとはクラスメートとか部活のメンバーとお酒を飲みに行ったり寿司を食べに行ったり、意外と見つければ時間もあります。 Finally, I made this video. What do you guys think about this video? Was it interesting? Tell me in the comments. And how about medical students in your country? If you know that, tell me in the comments too. 皆さんありがとうございました。ぜひいいねとコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。